性副操縦士が国の審査に合格。日本で初めて女性の旅客機機長が誕生しました。国内初の女性機長となったのは日本航空グループの JAL エクスプレス JAX の藤井有さんです。 JAX ですね。失礼しました、 JAX ですね。藤井さんは身長が当時の航空大学校の基準に足りなかったためアメリカの学校で操縦士免許を取得。おととし機長に必要な免許を取得して昇格訓練を続け、今月2日国土交通省の旅客機の機長審査に合格しました。まあ、私も含めて誰一人として私がこのようになるというのは想像できなかったと思います。藤井さんは今月12日伊丹に仙台便で機長としての初フライトを迎え